皆さんこんにちは。この頃めちゃめちゃ暑いよね。ってことで今回は食材3つ、激安の100円以下でこの夏にぴったりの一品を紹介です。その名も屋台風オムニラもやし。まずはニラ3分の1束をカットしていく。カットする工程はこれだけなので包丁とまな板使うのめんどくさいって時には調理用ハサミを使ってカットするのがすっごく楽ちんです。最初のカットの幅は寝ぼけてて間違ったけど、だいたい5から、ね、7センチくらいの幅にカットするといいと思います。これでカットは終了。次はもやしも準備しておくんだけど、もやしのヒゲが嫌な人は取っとった方がいいと思います。あとは食材たちを油で炒めて味付けして卵で閉じていくだけです。今回これ作りながらめちゃくちゃ思ったのが、暑くなってきて夏近づいてて夏祭り行きたいし屋台のご飯食いてーってめっちゃなった。このどうしても祭りに行きたい気持ちを今回の屋台風オムニラもやしでどうにか満足させていきます。でどうせ作るなら手軽に皆さんに作ってもらえるようなのがいいなと思って、100円以下とか価格安く作れるのって考えたけど、卵が案外高すぎる。最近卵焼き作るのもちょっと気が引けるもんね。いろいろ考えたりはするんだけど、皆さんの中でこのね節約レシピいいよとか、この屋台風ご飯めちゃくちゃ美味しくて作ってみてっていうのがあったらいっぱい教えてください。もっと美味しいの作りたいのでよろしく。では作るのに戻っていくんだけど、今卵の端をちょんちょんしてるのは後で卵を剥がしやすくするためです。当初は2つ作る予定だったんだけども、妻がお出かけということだったので贅沢に1つの卵の中に全部の具材を入れちゃいます。ただね、今回ちょっとねわんぱくすぎる行動をしすぎたかなとは思います。具材のボリュームも半端ないし、いかんせん卵で包もうとするときに具材がねもりもりすぎて大変でした。まあでもこういう時には男飯あるあるの気合でどうにかするパターンでどうにかこうにか包むことができました。もうこの包まれてるのだけでも出来栄え抜群だけど、ここからねお皿に盛り付けて、もう黄色い卵が見えなくなるんじゃないかってぐらいのお好みソースとマヨネーズをねふんだんにかけていきます。できたばかりで熱々の上におかかをトッピング、青さこも散らしたらオムニラもやしの完成です。それでは早速いただきます。今回動画で発信するので綺麗に食べなきゃなとは思うんだけど、作ってる最中からめちゃくちゃお腹空いてて、もうねやっぱどうしても大きな一口になってしまう。もうそうなってしまうだけの香りだし見た目だし、食べ始めたらうまさはたまりません。皆さんもすっごく簡単で美味しく作れるのでぜひ作ってみてください。今回も満足のグー。ご視聴ありがとうございます。今日の料理もいかがだったでしょうか。僕のチャンネルではこういう美味しい料理を作ってご紹介をいっぱいしてます。もっといろんなのあるんなら見てみたいって人は右のチャンネルボタンをクリック。それではグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに。またね。